まあここに書いてある半分ぐらいが大体入るのかな、はい、あでもマジックブレードとベアハンドはまた別ですね、はいはい、ああそうですね。幻獣の魔法薬も多分5月入るかも。装備の重量の見た目を好きなのに変えられるよってやつ、これ一応入る予定です。一応これ課金アイテムなんですけど、まあ一応実装された暁の一応ねこれユーザーの要望品なのでみもちゃんで何本か配ろうかなと思ってるんで、実装したらちょっと放送の方で配ります。放送は絶対見ろよ。まあ、せっかくだしね、まあ、だってユーザーの要望で入れたのにさ買えってうんとかさすがにねちょっと、ね、1、2本は欲しいでしょ。金額そんな高くないですけどね、多分1本数百円、まあ、でも数百円だと高い方かな、まあ、ちょっと今値段はまだちょっと相談をしてるんですけどね、安売りやめてくださいって怒られたんで、まあ、その時はその時、まあ、まあ値段がそこそこ高かったらまあ定期的に放送で配ればいいっしょ、内緒だぞだからまあこの辺のスキルが落ち着いたら次はあれですよね、まあ前から言ってるまあシュートの調整もそうだし、まあさっきちょっとちらっと言ったけどブレードスキルの追加スキルもちょっと考えたりとか、まあ次のスキル調整もしするんだったら何やろうかって話ですよね。まあちょっとさっきちょろっと言っちゃったんですけど、まあ確定ではないのでいろいろと情報まだこれから、まあ、これからっていうのは今は十分集めてるところなんですけどね、はい、いろんな話聞きながらちょっとやっていこうかなとですね。一応天井天下とかも今日の話で調整一旦なくなりますからね。そうですねそこはねちょっとみんなと情報交換しながらやっていこうかなとは思いますね。